筋繊維モデルについて解説します。こちらのモデルで、この太い束それぞれが筋原繊維を表しています。そして筋原繊維を取り囲むように筋小胞体、横切るように横行小管が確認できます。横行小管一部は解放されており内部を確認することができます。モデルの左半分、こちらでは筋原繊維の縦断面で描かれており、サルコメアを構成するミオシンフィラメント、アクチンフィラメントがそれぞれ色分けされています。また筋原繊維の周囲に多数存在するミトコンドリアや核確認できます。そしてこちらの横側に描かれているのが神経で、こちらがミエリン症、そして神経繊維、シナプス硬膜、シナプス全膜、全シナプス症候が確認できます。さらに側面から背面にかけて手腕細胞が描かれており、手腕細胞の核も確認できます。そしてこちらに手腕細胞が描かれている側のさらに横側、こちらでは基底膜、細毛繊維が確認できます。モデルの上部ではそれぞれの組織の横断面が確認できます。